んにちは、河辺真由美です。よろしくお願いいたします。石郷です、ここは島根県の、益田市水戸町板井川にあります、この石を飼っていた90年前ですね、約この石を飼っていた下山信一さんのお宅なんです。ここに令和元年11月の2日石の誕生日に、この石は石像となって帰ってきました。ちなみにこの犬は、山陰柴犬、我が家の3人です。石は現在の、柴犬といいましても信州系の柴犬ですね。今約60万頭ぐらいいると言われていますが、もし皆さんご自分のお宅に柴犬ちゃんがいて、そこに血統書があったら、お父さん、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃん書かれてますね。それをもっともっと先に、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、おじいちゃん、ひいおじいちゃんって遡ると、必ず信州系の柴犬はこの石にたどり着きます。もちろん信州系柴犬天然記念物です、国のですね。でこのさ、あら山陰柴犬ちゃんも天然記念物なんですが、この犬も石州系の血が入ってます。ただし石郷の血は入っていないのではないかと、まあ諸説ありますが、そう言われております。山陰柴犬はちなみに現在全国で450頭ぐらいですから、この信州系柴犬60万頭から比べると全くこう数値がね、頭数が違います。さてさて、この石郷かわいいでしょうね。最初石郷だから石像にっていうようなお話があって、二川公民館の小原館長さんの方から、のこういう石像を作りたいなっていうお話あったんですよ。でも実は4本足で立ってる石像って皆さんあんまり見たことないんじゃないですか。重いので座ってるとかそういうのじゃないと難しいって言われたんです。でもなんとかなんとか探し出して、神奈川県の横浜の、上鳥さんという石工さんが作ってくれましたね。今全国各地から石郷に会いたい、石像を見たいって言って、この地にいろんな方々が来られております。特に柴犬ちゃんを飼っておられる方、ぜひ一度ここにいらして、石郷と一緒にツーショットの写真を撮ってみてください。はい、では皆さん石郷よろしくお願いします。あら、3日お利口さんにしてるね。石郷とのツーショット、はい。